こんにちは伊藤一です今日は Play to earn とはの Q&A のビデオです。TO さんと奥村さんの質問を一緒にしてちょっとサムライズしますけれども、まあ、X to earn、Play to earn じゃなくて他の earn のシステムと、あと自分のための なんとか to earn と、まあ、他の人たちのためのなんとか to earn っていう、まあ、この辺はどうなっていくのかっていう話と資本主義経済だとかお金の儲けの方が変わるかっていうのはあるんですけどもでもちろんあのあ歩くとなんかポイントがもらえるとか あの学ぶとなんかもらえるとかなんとかと earn っていうのがいろいろ出てきてると思うんですけどもあのただなんかお金の儲け方っていうインセンティブもあるんだけどもそれって結構単純で,で岡村さんが言ってるようにその他の人のためとか社会のためとかあとはもらうものがお金に交換できないものとか例えばやればやるほどお金じゃないものに交換できるもの,あのコミュニティの中での知名度になるものだとか,なんかバッジがもらえるとかっていうそういうのもありだと思うので単純にお金も じゃなないいい方ががかなととうのが1つとあとは結構炭素トークン炭素をトークン化しするっていうのは、まあ、今いろんなプロダクトかあのプロジェクトがあるので例えばあの歩くと炭素のトークンがもらえてその炭素のトークンを何かに交換できるっていうこのお金じゃないけどもお金に近いものになるっていうのもあると思うんですけども今までだったらあの従業員とか職員とか投資家があの参加するっていうのが今までの あの株式会社だと思うんですけども DAO だとお客さんとかユーザーとかコミュニティの人たちもあのお金の経済圏にももちろん参加できてるんだけどもガバナンスにも参加するので earn するものがお金に交換できるものだけれどもそれを使ってコミュニティに入れるとかそれを使ってコミュニティで投票券もらえるとかっていうのもあるので earn するのがジョインするためのトークンだっていうのもあると思うのでだからもうち,ちょっとコミュニティ的な視線で見た方が あの大きなインパクトがあるんじゃなないいかなと思います、うん、はい、HS さんからトークンエコノミックスを勉強するのはどうすればいいかっていう質問だったと思うんですけどもあのトークンエコノミックスの一つすごくあの面白い特徴は中央銀行みたいなことなんですよね。あの株の発行じゃなくてトークンを発行してそのトークンのサプライとかあのポリシーによって あのこのトークンの経済こ DAO のエコノミクスが変わるのでなんか今までの,あの経済学者じゃないあの中央あの銀行にいたような経済学者が勉強したものって実は役になってくるので,でそれは今までのビジネスの人たちがあんまり勉強してこなかったそれとその法人も今までは株式会社を中心に あのみんな勉強してたと思うんですけども松島先生なんかが言っているのはあの法人格なき社団国にちゃんとこう申し込まないであのただ集まりがあのマニフェストとかあの憲法みたいなのを宣言してで税金を納めるとそれでダウっていうのがあの一つ組織ができちゃうでこういう普通の会社では使わなかったような。 あの組織の法律っていうのが出てくるのでだからちょっとマニアックな学問とか法律のエリアっていうのは DAO とかトークンエコノミクスで結構役に立ってくるので,でこの辺はディスコードとかネットだとかいろんなパネルディスカッションでは議論されてるけどもあんまり僕が知ってる限りは書き物がないので多分これから誰か作っていかなきゃいないなっていうのとあとはトークンを公開するあのでこれも上々に似てるけれどもいろんなところが違うとかあとは 投資としてもその株っていうのはいつでも新たに発行第三者割合てできちゃうのであのほとんどのトークンのプロトコルって一旦ミントしたあとは増やさないっていう。 プロトコルになってると株と全然違ってどっちかっていうとあのマニーサプライのエコノミクスに似てるのでだからそこら辺は随分違うなとあとはガバナンスのところで Radical Markets っていう本で Quadratic Voting だとかいろんなガバナンスとトークンの関係のプロトコルの話とか提案も出てるのでそういうのもいろんな DAO で実験されてるので,でそのガバナンスのところも結構トークンエコノミクス関係しているのででもあんまり簡単な勉強の仕方はなくてやっぱりいろいろ実験してみるのとか あの実際にディスコールの中でディスカッションを見るとかディスカッションのログを見るとか少し僕らもパブリックフォーラムでこういう話をしてあの分かりやすく説明できる人たちを集めたいなと思いますのでこの YouTube チャンネルをまた見ておいてください、はい、TKC さんからの質問で、まあ、ゲーム以外でブロックチェーンのアプリケーションは どんなものがあるかっていいうすごく広い質問でインターネットも最初の頃思い出すんだけどもあんまり役に立たなかった。でインターネットの中でも、まあ、電子メールはすごい嫌いアプリケーションで。 でその他にあのちょこちょこあのアプリケーション出てくるんだけれどもやっぱり最初はなんかすごい限られたものとか結構ゲームインターネットでも僕も最初に本当にインターネット使い出したのはメールの次はゲームなので,でゲームっていうのは結構器用に技術を使ってとにかく面白くするでインあのもっともっとやるインセンティブを作るので僕はゲームから生まれてくる技術開発だとかゲームから生まれてくるあの例えば経済の方法だとかガバナンスの方法今回 DAO なんか見ててもほとんどみんなディスク というチャットのシステムを使ってディスコールはもともとゲーマーたちがギルドを運営するためにいろんなフィーチャーができたのチャットシステムなのでだから案外なんかゲームがいっぱいあるじゃんってみんな言うかもしれないけども多分ゲームから生まれてくる いろんなアプリケーションっていうのはたくさんあるし、なんとかト Earn っていうのも最初はゲームから始まって、それがまあ社会貢献になったり、運動になったり、あのエコの,あの活動になったりすると思うので、だからもう本当にたもう想像できないほどたくさんのものいずれはブロックチェーンに乗っていくと思うんだけども、結構あのゲームの視点から見ると、 あのスポーツの未来だとか音楽の未来だとかあのトークナオメクスの未来とかっていうのは案外出てくると思いますしで結構トークナオメクスなんか見てても大きなゲームの中での経済のシステムから学んでることもたくさんあるのでだから案外ゲームのレンズっていいレンズなんじゃないかなと思います。トールさんからこのの DJ アプリの質問で で、トラクターじゃないかって言われたんだけど、昔実は僕トラクターっていうのを使ってて、でも今使ってるのは Recordbox っていうパイオニアの,あの DJ システムにつながっていて、で、デジタルガレージでこないだ、久しぶりに DJ やったらって言われて、で、DJ をするためになんか最近のいろんなソフトウェアをダウンロードして、ハードウェアも買って、で、実はすごく楽しかったので、最近 Twitch でも今実験的に DJ して、 で今クリプトバーっていうのを作ろうとしてるのでそこでも DJ しようと思うのであの興味がある人はコメントを見ていただければ Twitch のリンクがあります。皆さんありがとうございます。このビデオでこのファーストシーズンの東和のシリーズは終わりにしたいと思います。これで夏休みを9月まで撮ってで戻ってきたら How to ビデオのいろんなあのリクエストがあったので。 実際に画面で見せながら初心者向けの Web3 の入門みたいなシリーズを始めたいと思いますのでまたチューニングしてください。ありがとうございます。それじゃあ。